いやー、久保さん、本当アイコス儲かってますよ。これはね、もう、もうなんかタバコ、タバコ業界に革命が起こったなと思うんですよね。要は、今までは、要は、お客さんからお金取るために、これを売る、大量に売るしかなかったんですよ。で、今は違うんですよね。機材をね、新しくアイコスももう、5種類ぐらいアップデートしてるんですよ。で、しかも、単価も高いんですよね、その機種が。だから、 そのビジネスモデルアイコスのビジネスモデルっていうのは本当に僕はすごいなっていうタバコ業界に革命を起こしたなと思いますね要は客単を客単を一気に上げたっていうでしかもそのなんだオプションもいくらでもつけられるんでなんか今ねあのこんなリング1500円で売ってるんですよなんかそのリングのリングを変えられるみたいな <laughs> こんなちっちゃい輪っかをねすごくないですか うんだからすごいですよね。だからまあこれビジネスやってる人じゃないとあれかもしれないですけどもやっぱお客さんの客単を上げるっていうのは非常にこの大事なことなんですよ。客単価を上げるっていう。でこの客単価を上げられない商売っていうのは正直難しいですね。うん、客単価を上げられない商売はねやらない方がいいですよ。いってらっしゃる。